クオリティに一切妥協がないやっぱ仕事の姿勢だなとはすごい思いますね。こんなところにまでそんなこだわるかみたいな。一つ一つのものにちゃんと誰かをケアするための意図が組まれていないと、まあ却下されるっていうのを実際に体験してみて、こんなにステージ1個作るのに考えてたのか、いろんな人へのフォロー入れてたのかっていうので驚いたっていうのが大きなところですね。プロの現場なんで、そのなんだろう、なあなあな反応はされない。面白いか面白くないか、面白くないとしたらここが面白くないっていうのをズバッとやっぱり言われてしまうので、ここはこうした方がいいっていうのがあった時はもう遠慮なく言って、やはり、まあ、人と人との関わりも大事なんですが、一番は面白いものを提供するっていうところがあるので、このキャラはこういう性格でこういう関節でこういう動きをするからこういう絵になるんだみたいな感じで、もうその一枚でその全部伝えるみたいな、もう常に全部の操作が気持ちよくできるようにということを見ていますね。あ、やっぱりなんかここ10センチ違うとプレイヤーの意識もこれだけ違うなみたいなのが分かってきて、細部までこだわることがやっぱり面白さの、もう本当にクオリティアップに妥協がないところなのかなと思ってます。責任感が強く、そうやって自分で作ってるって自負まで持ってれば、作り終わった時の達成感は半端じゃないの で、それを周りも認めてくれます。俺の功績だなんて言ってくる人は絶対に誰もいないので、そのコースはその人が一番頑張ったってみんな言ってくれるので、この描いた絵の雰囲気がすごい良くて、これがそのままもうこの印象でモデルになるといいですねって言ってもらえたりとかはあった時は、すごいなんか一人でニヤニヤしてました。これはあのキャリアとか関係なくて、新人だろうが上の人だろうがみんな同じ、やっぱり自分のものを評価してもらうっていうことに対してはみんな恐れはあって、でもなんかこれってやっぱクリエイターだからこそいつも何歳になっても味わえるドキドキな楽しい体験なのかなっていうふうに、なんかやっぱポジティブに考えるべきかなって思ってますね。